さんのカルボナーラ上がったよ。うん、了解。ミキの言葉に従って上がってきた料理を客に配膳していく。彼女が言っていたように幾度も手伝ってきた仕事だ。それなりに体が覚えている。タツミ頑張れ。適当にコーヒーをすすりつつ応援してくるチーム。タツミさん、ミキさん、頑張ってください。必死な感じやな。そしてこちらは真面目な表情で応援してくれている中手川。ありがたいけどここまで熱心に応援されると少しだけ照れてしまう。そっちはどうだ。配膳を終えて厨房に戻り、ミキに軽く声をかける。まあまあかな。ミキが今作っているのはこの店の名物の一つでもあるベーコンポテトの乗ったピザトーストであった。了解。あー、そう言ってミキの隣に並び玉ねぎを手に取る。ちなみにだが、このお店の原材料はほとんど全てミキの親父さんが厳選したものだったりする。ちょっと、これ以上の、全体像は出てこないんすか。ちょっと俺それすげえ楽しみにしてんねんけど。ここだけ。包丁を動かしつつミキに立つ。問題ないよ。はい。ミキがそう口にすると同時に、厨房の電子レンジがチンと音を出す。たくん、あれ取ってくれる？はい。はいよ。サンキュー。あー、かわいい。そう、ポニッテのさ、今は隠れてるけど、ここよな、やっぱ。この、普段見えへんここがさ、こう出るっていうのもあるし、なおかつ、こう、なんていうの、家行った時に、こうリラックスした瞬間にポニーテールを外して、髪の毛チェンジが見られる。なおかつ、ここ、わかる？その、やっぱ、制服に、このエプロン着てる感じすごいいいですよね。いや、この一枚すごいいいわ。めっちゃ好きやな。かわいいな、この。いいね。ミキに食パンを一切れ渡してやると、彼女は軽い口調でお礼を言ってくる。こんなもんでいいよね。いや、ほんまにかわいいな。うん、いや、浸れるわー、これすげえかわいい。そうだな、オーダーしたのはおじいさんだし味は薄めで。ミキがケチャップを食パンに塗っている様子を横目に見ながら軽くアドバイス。ほい。そしてミキの右手が動く直前に彼女に乾燥バジルを差し出して。どうもどうも。そんな声を聞きながら俺はベーコンを1センチ程度に切っていく。はいよ。いや、なんかこのな、一緒にカフェできそうな感じするよな、長年のあれで。ミキは俺が切った玉ねぎとベーコン、そして先ほどレンジから取り出したジャガイモをパンにのせ、さらにその上にミックスチーズを散らす。はい。さすが、気が利くね。ミキはマヨネーズの上に黒胡椒をまぶして。はい、あとは頼んだ。はい。5分でよかったっけ。問題ナッシング。ナッシング。何かとは言わずとも、オーブンでの加熱時間だと、理解してくれる。たっくん、あれ用意しておいて。このたっくん呼びすげえいいな。あれじゃわからんて。そう言いながらもミキに、金属製のボールを差し出す。分かってんじゃん。いや、オーダー順からすれば次はオムライスを作るのだろう。その予想は当たっていたようで、ミキは楽しげに笑いながら冷蔵庫から卵を取り出す。バター切っておくな。はい、お願いね。いや、いい。いや、このなんていうかな、その青春やけども、青春の形は違うけどもさ、その情景がいいよね。ねえ、いいっすね。まあこんな感じで俺とミキはオーダーを着実に片付けていくのだった。初めてこんな風にミコの厨房を手伝ったのはいつだったかな。確か小学校で家庭科の、授業が始まった頃、試しにやってみるとミキに提案されてからだったと思う。あれは提案というよりミキにとって都合のいい猫の手が欲しかっただけなんだろうけど。とかいけそうだね。ありがとう、たっくん。はい。その後1年半ぐらいミコを手伝えない時期があったんだけど、この1年半よな。それでも俺たち2人のコンビネーションは衰えずに済んだ。2人とも息がぴったりって感じですね。そのさっきの1年半ってさ、どうなんかな、そのこの2人の関係性でこう喧嘩したとかそういうのがあったりすんのかな。どうなんやろ、家庭とか。そりゃガキの頃からの付き合いらしいからな。そういや、中手川は料理とかできんのか。できなさそう。可愛いな、この表情。めちゃくちゃ可愛いな。あ、悪い、そのリアクションで分かった。ですよね。いや、こうなってくると
料理を教えるシチュエーションとかがまた生まれるわけですよ。いいですね。もしかして親父さんが包丁を持たせてくれなかったとかぽいね。どうしてわかったのですか。まあでもなあ、電車に乗るのも2回目ぐらいの感じやからな。お前の身の上話をある程度聞けばな。料理にチャレンジしたことはあるんですよ、はい、でもなぜか三度ほどぼや騒ぎになりましてそれ以来父から禁止されているのです。いや、そうなったらまあ禁止するべきやけどな。 そうなのか。父の過保護っぷりは本当にひどくてお恥ずかしい限りです。いや、ぼや騒ぎするからよ。恥ずかしがる必要はないだろう。なんだかんだで天候も許してくれたんだし、うん、全く理解がない親ってわけでもないんだろ。確かにな、いい親っぽそうやけどな。そうですけど、はい、もうちょっと私を信頼してほしいんですよね。ぼや騒ぎ3回したのに気にかけてくれる親がいるだけだいぶマシだぞ。いや、千尋はどうなんやろうな。そうだ、もし料理を覚えたいなら多分ミキと辰巳に見てもらうってのはどうだ。なあ、ちょっと今含みがあった表現やったから。いや、うん、俺も料理はからっきしだったんだけどさ、あいつらのおかげでなんとか自炊できるようになったわけよ。なるほどね。いいのでしょうか。お二人に迷惑では。迷惑かどうかはあいつらが決めることだろう。遠慮すんなって。かっけえな。はい、そうですね。もちろん教えるよ。お客様、コーヒー一杯で眠りすぎでは。ちょっと、ああ、そういうことか。二人に対してね。千尋が、中手川を楽しそうに話しているから邪魔してやりたくなる。なんや、俺もうじいさんのお客さんにそれ言ったんかと思った。なんとかさばけたみたいだな。お疲れ。おい。お客様のご指摘通り、12人分のオーダーをすべて提供し終えたところ。ちーくんとゆいちゃんの応援のおかげだね。うん。二人の親睦も深まったみたいだし。よかったな。ちひろさんはいい人です。ちょっととっつきは悪いですけど。一言余計だな。うん、お、帰ってきやったんかな。おかえり。父さん、ちょうどそこに、ミキの親父さんが帰還していた。予想外の大盛況プリに一瞬眉を動かしたが、ミキと俺のコンビネーションでカバーしたことを悟ると、力強く親指を立てた。たっくん、お疲れ。こりゃお父さんバイト代弾んでくれるかもよ。あざす。そりゃ楽しみだ。俺とミキも拳をコツンと合わせ、お互いの健闘を称えるのであった。はあ、これがあれかな、ミキとのそういうルートやったんかな。はい。そして週末に来たんかな。ついにやってきました、落とし場。ちょっと、もうめっちゃ気になるけど、戻りますよ。ごめんなさいね。うん。俺は、体験版をすべて楽しむ男なんで、ごめんなさい。どっちか一途に行くっていうことはできない。そう、中手川、行きましょう。よろしくお願いします。